これで振動域に到着と、いうことですね。よいしょ。いやいやいや、無事着きました。振動域だ。まあ、こんなロータリーになってんだ。へえへえ。で、また。またあれだ。置いてあるよ。前に入れないようになっちゃってるのかな。へえ、で、バス停マーラー。振動域。どれぐらい来てんの？ここからは、三重コート走ってんだ。うわ、すさまじくすすくない。上野市駅の方に行けるみたいですけど、1日、1、2、3、4、5、6、1日6本ね、経由地、バラバラで3本ずつで、おお、これはなかなかしんどいですね。あ、こっから始発なんだ。ああ、こっから上野市駅までの間結んでんだな。金具とかあの辺りを通っていくんですね。へえ。で、これは、あれはもう、行政バスも走ってんだ。いろんな何やかにてバスが来てるんですね。ですから、朝の方とか、まあまあ、走ってますね。2時間に1本とか来てますから。へえ。意外とこっちの方のが、駅としての、なんか、集約機能を果たしてる感じがありますね。へえ。結局、両替するの忘れてたけど、まあいいや。あ、結構綺麗な汽車になってんだ。振動駅。こんな入り口になってんだ。面白い行動ですね。で、時間だけ気をつけんとね、今、これ、台湾方面かなかんので、今、18時21分。次が18時36分。あ、まあまあいい時間に来ますね。よし。これで乗っていきましょう。何円なんだろうな。振動から席って一体いくらなんや。こんな汽車なんや。すごい。いい味してますね。ちょっと高台になってるのが面白いですね。ね、鮮度の位置が高いですよね。まあ、これは起伏が結構激しいですからね。うん。多分そんな感じあるでしょうね。あ、で、こっち側にはこっち側で出口があるんだ。へえ。で、こんな感じになってるんですね。あ、一応ここも一線する方式に作ってあるんだな。あんま気づいてなかったけど。感度。やっぱ有効値はだいぶ長いですよね。あの奥も、でも、そういうわけでもないか。あっちでからこっちになってるから。うん、で昔はこっち側もホームがあったんでしょうね。うん。今は使ってませんよって感じになってますけど。へぇ。なるほどね。いやいやいや、まあ無事着きましたね。まあ何をしたというわけでもないですけど。とりあえず。3本分ぐらいの動画にはなるんじゃないかな。これで3本分ぐらいにしようってのがすごいですけど。あ、こんな両数変更。東部なら自動運転になりますと。はいはい。なるほどね。関西本線って何か一件出てますね。これか、両数変更か、あれか。うん、ね、鴨行き、鴨行きか、一応運転になりますよと。はいはいはい。なるほどね。結構な列車が一応運転に変更になるんですね。で、JR 西日本からね、お知らせですと。列車が遅れた証明書、遅延証明書ですね、発行方法が変更になります。ね、ウェブ方式に変わりますよということで、こんなウェブの、支援証明書が発行されますので、それを、ぜひご利用くださいよと、いうことですね。すべての選挙。ですから、神山まではこれにも変わってるんですね。なるほど。面白いですね。支援証明書とか、JR お手立ちネットもしか、ウェスターっていう、このアプリですね。こっちがサイトで、こっちがアプリがあるんですね。ウェスターっていう。知らんかった。ちょっとアプリまた入れておきましょう。そうすると、いろんな位置情報なんかも、とかもあったり、運行アプリなんかもあるんですね。
でそう今度ねこの IC カードが使えるようになったんですけど、ちょっとまたチャージし損ねたんで、ここチャージできないよな。チャージ機があればいいんですけど、これは運賃箱ですからね。うん、運賃をこれはここに置いてくださいから、あかんね。なかなかチャージするとこないな。よいしょ。とりあえず亀山方面の列車が来るのを待ちましょうか。やっぱ有効長が長いな。駅のホームも長いですよね。うん。一応三条編成の停止ってここになってますけど、ここは遠いだろうって、ね、思いますけど、後ろに合わせてあるんでしょうね。そういうわけでもないか。ここが通常の停止ですね。うん、で真ん前がもう国道ですからし、大桑もこんだけ近いですから便利な場所ですよね。でそう DMC 森さんあそこだよね。そうあそこにでっかい工場がさっきあのあれがありましたけど、敷地はありましたけどね。ああの子から何のためにあそこにあるのかは分かりませんけど、なんかあれですかね、中期とかするように置いてあるのかな。へえ、立派な建物ですよね。あのエントランスの感じも相当だって、あそこのこの先からね、なんかもうエントランスみたいになってるんでしょこれ。いやすごいな、さすが天下の DMG 森さん、大きいですね。あこの工場の中で配達とかって言われたら相当これだけで一区にしてくださいっていう気分になりますよね。本当本当に。あ実際ありましたよ、あのコンビナートの中とかだったらね、すごいあのコンビナートの中を本当に右往左往してましたからね。いやいやいや、それにしてものどかですね。こんな感じで、もともとは二面三線だったんでしょうね。こっち側も駅として使っておった形跡ありますもんね。へえ、なんなら昔はこっちがロータリーだったのメインだったのかもしれませんね。それかあれか貨物のなんかあれとかやってたのかもしれませんけど、今は完全に国道に面したこちら側の方がバス停もあってメインになってますよっていう感じがありますよね。とりあえず電車来る前に待ちましょう。三つの駅はさなぐね。これまたちょっと変わった名前の駅ですけどね。あ、にゃんこ。今日はよくにゃんこに出会いますね。テクテクと歩くにゃんこが消えていく。伊賀ですからね、一句読んでもいいでしょう。季語もへったくりもなかったけど、猫が歩くってところが多分夏の季語ですよ。うん、初夏らしいじゃないですかね。うん、あそっか、お迎えの車とか来るわけやね。19時過ぎにね、着きました。すいません、私がちょっと運賃の支払いドタバタしとってちょっと出発時間遅れてますけどね。いや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 、列車のやつはあの千円札はね壊せますけど、あの2000円札とかあの高額紙幣はね、あのお金壊すことができませんので、それはちょっと気をつけておかないといけませんね。あの会員のチャージ機とかもね、途中の駅次駅とかでもねないですからね。そのあたりはねあらかじめ、チャージをね、しておくのか、ね、なんか、しておいた方がいいみたいですね。もしくは千円札、小銭がね持ち合わせ通った方がいいのかなという感じがしますね。あとあれなんですね、あの駐車場なんですけど、さっきはここの売店であの、ね、購入支払いしましたけど、こんな駐車場付近の重量袋みたいなのがあって、ここにあの車のナンバーとか書いて、これで今から使いますんでねって、1日300円300円入れて、ここにポンって入れておいたら一応それで OK らしいです。そんな
そんな、なかなかすごいやり方があるもんやなと、ってことをね、思いながらね、まあ無事着きましたし、まあそれでね、とりあえず、エピローグの終了ということでね、終わらせていただこうと思います。まああとはゆっくりと帰っていくと。いや、綺麗じゃないですか。夕日も綺麗で。しかしこの牡蠣また独特ですね。郵便局でこの牡蠣使ってる牡蠣のって珍しいな。へえ。実はいろいろと制約がありますからね、郵便の受け箱に使う鍵っていうのはね。いやー、それにしても綺麗な夕日やないですか、ね、夕日をバックに最後のね、締めにかかりたいと思いますよ、ね、たのなんやかんやといってね、それなりに取れたからあったんじゃないかなと自負しておりますんでね、まあまあサブ編も含めて4回分ぐらいはね、これでね稼げたかなと思いますんでね、またよかったらね、次のね、旅でもね、お楽しみいただければと思いますので、よろしければね、ぜひチャンネル登録とかね、高評価とかね、コメントとかいただけますと、励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、これぐらいで締めさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。